はい、えー、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。はい、えー、えー、これより、えー、書士試験生大集合、ここから108日間の作戦会議と題しまして、約1時間程度、私、根本と、森山で、えー、あと合格者の方3人お呼びしまして、あの、今までの勉強、そしてこれからの勉強、どんな勉強がいいのかというのをお聞きしたいと思います。えー、主には、えー、こちら、ゴンの合格者の方に、昨年まで、昨年の勉強の方法、年内どういうことをやっていて、年明け3ヶ月何やっていて、直前期どういうことをやっていたのか、 そういったことを私の方が随時質問していきます。で、各自それを答えていってもらいます。で、その各自の答えの,のところを、もしよければ、今回お配りしているレジュメの方、この辺りにどんどん書いていきましょう。で、そう書いていくと、いろんな勉強のやり方があるっていうのはわかります。いろんな正解肢があるってことがわかります。なので、どんなやり方があるのか、どんな正解肢があるのかっていうのをぜひ感じ取って、そしてこれからの勉強に役立って,てください。 で YouTube でご覧になっている方はチャット欄が開放されていますから、まあ、ぜひ、えー、合格者の方にどんな勉強をしたのか知りたい方はどんどんこうコメントいただければと思いますすべ、まあ、てあの読み上げることができないとは思いますけれども、えー、ぜひです、ね、いろいろ聞いていただければあ積極的にこう聞いていきたいというふうにありがとうございますではあの右の方から自己紹介のっ、えー、と今回イニシャルになりますが、えー、自己紹介のイニシャルおよび受験回数いやお試し受験を除いて受験回数が何回だったか右の方からお願いいたします 令和3年度の司法書士試験に合格しました A と申します。で受験回数はえっと2回です。よろしくお願いします。ありではお願いします。えっと B と申します、えー。3回目で合格しました。ありがとうございます。言いました。あ取れましたね。えっときま シーと申します。九回目の受験で合格いたしました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではえっと順番に一つ一つお聞きしたいと思います。じゃあまずは年内の学習について何をメインに学習されたかまず A さんの方をお願いいたします。はいえっと僕はですねえっと年内はあのレックの中上級講座を二年目取りましてあの根本先生のパーフェクトローラー講座を取っていました。 でそれをあの民法からあのずっと消化するのに年内はえっとやっていたっていう感じですね。はい、ではビーさんお願いします。はいえー、私は、えー、毎日過去問とテキストをひたすら繰り返してました。また記述も過去の答連など毎日、えー、不等法と小等法どちらか一問は解いていました。ではシーさんお願いします。はい、私はえっ、ー、と。 去年の試験の合格発表が年末だったこともあり、年内は特に勉強していませんでした。あ、全くやってない感じ。はい、えー、っと、ブレックスルーをちょっと目を通したぐらいで、ほとんど何も勉強しておりません。あ、わかりました。はい。じゃあ、えー、っと、じゃあ、その、じゃ、もう、し、しさんから、そのんな行きましょう。えー、っと、次、過去問の演習をやってましたか。えっと、年内ということでしたら、過去問の演習はほとんどやっておりません。はい。 じゃあ本当にじゃあ年内はほぼ勉強はやってないという感じではい分かりましたじゃあ B さんの方お願いします、はい。えー、私は過去問は知識の抜けが怖いので、えー、やってましたただ私は、えー、とちょっと12月まで、うんえー、合格発表まであの合格してると思い込んでしまっていたのでそんなにちゃんとしたペースではなくてゆっくりやっておりましたなんか全科,科目できた感じでしたか 全科目は一応やっていました。あ、わかりました。ありがとうございます。じゃあエさんお願いします。すみません。えっと僕は過去問の演習はほとんどと言っていいほどやっていませんでした。あの中上級の講座を消化するので精一杯だったので問題演習の時間は作れませんでした。なるほど、わかりました。 では、えっとまあ、繰り返しになりますが、A さんから、あのー、もう年内のところからもう結局、本館学習はスタートできてましたかいや、えっと、年内はほとんどあの腰を据えて勉強することはできませんでした。<ー>はい、勉強時間ってどれぐらいでした、えっと、そうですね、えっとその動画、講義の動画を見る以外は、あの全くというほど勉強してなかったので、本当、1日2時間とかあの、全く勉強しない日もあったと思います。はい では B さん、えっと、先ほども申し上げましたが、私はちょっと12月まで合格していると思い込んでしまっていたので、あのまあ、ゆっくり過去問をやるぐらいしかやっておりませんでしたあじゃあ、すみません、ちょっとそこを突っ込みたいんですが、はい、あの合格を信じて、この落ちた時のこの、はい、なんだろう、この持ち返しって、すぐできましたか持ち返しははすぐにはできなくて 私は九段下まで当日、見に行ってしまったので行ったんですか <laughs> え、行ってなかったってことです、ねはい、わざわざ見に行って、みんながあのわあの盛り上がってるところ、一人呆然としておりましたので、その後とちょっと九段下をあのしばらく、ね、放浪してましたけどもえそうなりますよね、はい、だか受かったと思って行ってみた、で受かってない、今りからャーキャー行っている、はい、そうなりますよね、そう,そうですねしかもクリスマスのこじゃないですか, <laughs> そか、サンタが来る日ですよね、ええ、そうですねクリスマスイブで。はい わじゃあ結構その後きつかったですよねそうですね、その後ないと、数日後ぐらいに多分結果があの来ると思うので、そこで、基準点に達してなかったんだなっていうことが、記述が分かったので、まあ、数日間、埋め込みました。うんうん、では C さん、たぶん、た多,多分繰り返しなんて申し訳ありません、はいえー、と私も年内は本当に勉強してなくって。 ただちょっと思い出しました、えー、とブレイクスルーの民法の再権法のところ、改正があったところをもういっぺんちゃんと見直そうと思って、テキストを読むということをしておりましたあやっぱそうですよね、なんかその本格的にできないけど、なんかやっときたいっていう感じですよね、うん、あんまり勉強時間も取れてないですかそうですね、ちょっと仕事もありましたし、うん、年内はほとんど勉強時間は取れていません。 今年と違ってあの合格発表が年末でしたからねそうですよこ、ねうんまあ、今年とは事情違いと思いますけれども、はいまあ、なかなか勉強時間取れてないってことです、ね、はい、はい、ちょっとここで、えっと、今のところで、まず年内の学習のところ皆さんの方をちょっとまとめたものを今画面の方に入れております A さん、B さん、C さん、どんな感じだったかというと、この学習のとしては A さんはてあのインプット講義だけで、B さんの方は過去もメインで、C さんはもう全くまずやってないと。 いう感じの状況でしたでどの方にも共通するのが年内、やはり本格学習はできていなかったといったところこの辺りは共通するところになっております、はい、では続いては、えっと、年明け以降の3月まで年明けから3月までの話にしないと思います、まあ、というのも実はこれ年内の学習が,がちょっと去年と年と年で比べようがないんですよ。 去年が結局、試験、結果発表は12月の25ということで、今年とだいぶ違います。なので、この年内のところというよりも、国家のところの方がまがメインになると思って、ぜひ聞いていってください。では行きましょう、では年明け3月までの学習、では A さん、何をメインに勉強してましたか。はいえっと、僕はででですすね、えっとまあ、お恥ずかかしい話なんけけどもも、うん、年明けから3月までも あまり勉強にあの気持ちが入らなかったので、あの3月までにそのある程度あの受講してた、その中上級講座は消化しようと思ってたんですけど、なかなか消化できずに、ずるずるいって、気づけば3月みたいなことになってました、はい、あ全科目は聞けましたか、えっと、最終的に全部消化できたのは、あの民法と会社法ぐらいでしたねあその2つ、講義を消化できたのはこの2つってことですよね。 はい、見終わってあの、テキスト読み込んで、復習とかまい行ったのは、うん、その2つだけでしたあじゃあ、他の科目はどんな感じだったんですか、えっと、他のあと不動産投機と、あと民,民事訴訟ですね、ちょっと不安だったところはあの、動画の音声だけを聞いたりはしてたんですけど、他の科目については全く一切、講義すら見てないです、ね、ほら <laughs> <laughs> まあ、けどそうなりますよね、その自分でこの、ね、通信って形になると、自分でペーストをつかむ。 でしかもそれでこうだろう生じゃなくて自分の通信でしかもそのやる気がないってなると能動的に聞けませんもんもねねそうです、ね、なかなかそのペースメーカーというか自分であの決められてしまう分ズルズルずるずるいって極論ですけど今の話でいうと民法と会社と民訴ぐらいは聞いたとして、はい、教託とか憲法警報は4月ぐらいまで何もやってなかった感じ。本当 本本当当にやらたの本当にややっっ、ね、<laughs> 結構いますよね、あのなん憲法、刑法、諸司法とかって、もう超直前までやらないと、どうせやってもすぐ抜けるからって言って、もうやらないという人も確かにいらっしゃるので、はい、まあその選択もありなんでしょうね、うんうん、じゃあ、すみません、じゃあ次、B さんお願いします私はすみません、他校の討練を受けていたのでそ、それをペースメーカーにしながら、あのまた過去問答テキストを繰り返してました。 あその当連のペースメーカーって、どういう感じなんでしょうか当連が、えーとまあ、週に択一が1回、記、え、述、ー、も1回ってあるかと思いますので、まあ、それで、まあ、あまり点数とか気にしちゃいけないんですけど、まあ、それで受けて、自分のレベル、このぐらいかっていうので、また、じゃあ、これを苦手なところが分かったから、ここを重点的にやろうっていうふうに、はい、やってました。 えっとその討論っては予習ができる感じじゃないですか。予習はできないですね。復習あの復習画面になります。じゃあ討論を受けて弱いところが出てきてそこを潰していくって感じなんですね。そうですそうです。ですあなるほどなるほど、はい、じゃあ毎回毎回全科目の討論だったんですね。あえっと全科目ではなくて、うん、えっと民法から進んでいってっていう感じですね。ああ<ー>、はい、なるほどでそれでもやっぱりその字なんかべんそのために勉強するんじゃなくてその討論で 出てきたん、逆転を潰していくっていう面。あそうです、はい、あの、答答のために勉強しているのではなくて。うん、はい、それを、あの、苦手なところを潰していくっていう感じです。はい。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あの、答練って結局予習型の方と、あの、復習型に分かれると思います。あの、ある程度実力がついたら、ぜひやっぱり、まあ、復習型の方が。力がつくと思うんですよね。あの、本気で予習をしてしまうと。まあ、三十五問中、三十五取れないと、ダメだっていう意味なんですよね。 うん、気分的に悪いですし、だったら予習しないというのも一つの選択だと思うんですが、ただ、あの人によってこ予習しないせいで35問中13年勝は取れませんでしたと。ってなてもこれ、逆に予習した方が絶対いいと思うので、これやっぱり点数し第いだと思うんですよね、森先生はその後どう思いますそうですね、基礎の方はしっかり予習した方がいいと思いますね。っていうののはこの3ヶ月で 一週こう例えば直前期の4月からもう一度勉強しようと思ったときにこの3月までに民法から司法書士まで一周しているってことをやっぱりメインとすれば予習することで無理やりこう一でできるわけですよねしかも締め切り効果があって絶対こう例えば民法早速物件を一週間でやろうと思って目標がなければできないですから、うん、そこに無理やりこうやっていくってことができるので集中力が上がるし。 で締め切りに向かってやるで、弱点があれば復習するってことで、実力を上げることができるので、あの点数がまだまだだという方は、予習をすることによって、実力がぐっと上がるかなと思いますね、そのためにこう科目別の登録になってるわけですからね、うん、そうですよ、ねはい、だからその実力に応じてでしょうね、うん、本当にでその復習って、何やってたんですか復習は、あの本当に1週間ありますけど。そうですね 例えばあの私、民法代理とかが苦手だったので、ええ、やっぱり代理で間違ったらそこを重点的にテキストを読み込んでいくっていう流れですねあテキストに戻ったりするんですね、はい、そうですね、はい、やっぱりアウトプットとインプットのバランスっていうのも大事ですもんねは次、C さんお願いします。 予習タイプですね。予習型ですね。はいはい。で、その予習型って何やってましたか。ーっなるほど、ちょっと気になるのが。当連もアウトプットで。予習も合格ゾーンですから、うん、テキストに戻ったりはしなかったわけですか。 あというこじゃあ、演習メインで全やっていたとこでする、ねはい、なるほど、なるほど、ちょっとぶっちゃけ聞きたいんですけど、あのまあ、受験回数が受験回数じゃないですか。はい、ってなると、当連って結構やっぱり点が出てましたそうですね、やはり予習してるのもあきまして、結構、点数は、たぶん30点は普通に超えていることが多いですよね、多分 うん、やっぱそうなんですよね。なんで、あの、やっぱその予習するんだったら、そこ、やっぱそれぐらいいかないと、逆に予習が甘かったってなりますもんね。はい。うん、でも、その予習が甘かった時はありましたか、自分でやってて。いや、特にはなかったと思います。うん、わかりました。じゃ、ちょっと次の質問、じゃ、また C. さんからいきましょう。じゃ、もうほとんどん答え出てるんですが、過去問の演習をやりましたか。

その範囲ができるようにってそこでちょっとまた聞きたいんですけど、そのえっと、過去問のやり方っていうのが、その例えばある科目、その次の予習が民法、総則と物件の途中まででしたら、例えば代理はその、まあ、平成以降から全部やって次に行くのか、それでもある程度問題やったら次の分野行っちゃうのか、どんな感じでしたか。と時間があれば全部解いいいいてははは次の分野 あ、文、そのといって次って感じですね。はい,はいはいはい。ちなみに、そのやり方だと、結構問題、つ、似てるの、きますけど、大丈夫ですか。似ているものが、聞くと時は、解説は飛ばして。問題解くだけで。あ、やっぱ解説読んでいたんですね。はい。はい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 。あ、で、似ていた場合は、同じだから、もう読まないと、解説自体は。 あなるほどなるほど、うんうん、ださっきテキスト読まないって言いましたけどもう合格像の解説まで読んでそれをまあテキストみたいに使ってたってことですねそうですよね、うん、あ結局読んではいもやっぱりテキストだとこう目標がないですからね問題で丸バツつけながら解説読んだ方がたぶん自分に合ってたってことですよねあの会社法なんかは平成17年以前も解きましたかましたなるほどえ役に立ちました おおよくねよくずれてるような問題も出ますから平成18年以降でいいよみたいな話はありますけどねありがとうございます、はい、じゃあ次 B さんお願いします一か 1> 1ヶ月はい一か1ヶ月です、ね、あの一月ですよ <laughs> はいあそうですね、はい、えでっていうことはある程度もん年数とか絞った感じですかあ年数も絞った ていますし、あともうすでにあの暗記しているような問題もあるので、そういったところはもう全部あの飛ばしていって、自分が苦手だなとかあのあんまりそこそこまで暗記してないなというものだけ解いてました。あ、なるほど。はい、ちょっとなんかその声がちょっとなんかあの皆さん、もうちょっとなんかマイク近づけたって構いません。はい、はい、すいませんお願いします。はい、あ、ということでじゃ一ヶ月に一回じゃあそのもうだ大体当たりはかけているんですね。その一ヶ月に一回と言っても。 そうですね、はい、うんちなみに1問どれぐらいあ解説読んでましたか解説もそうですねあの得意な文野は,は読まないんですがあのそれ以外は読んでいましたうんあそれ以外って形なんですね全部ってわけではない全部ではないですねあの結構テキストの方をメインに私は読んでいたので あんまりそうですね。<あ>過去問の解説は苦手な分野をじっくり読むっていう感じですね。なる,なるほど、なるほど。ありがとうございます。では A、えー、次 A さんお願いします。あ、スタッフの方すいません。もしちょっと音声大きくできるのでしたら、音声特にマイクの方お願いしますね。さっきマイク切っちゃってたみたいですね。あのスイッチ切らなくて大丈夫です。はいはいはい。はい、はい、えっと僕は三月まではあの民法だけは過去問を演習してました。あ民法だけ。 はい、は,いはい、そのなんか理由はありますか。いや、えっと、それこそ、あの、インプット講座が、あの、まだ。消化しきってなかったので、あの、民法だけは、あの、終わってたので。じゃ、あ民法だけは、ちょっと回すかと思って、うん、まあ、一週、二週ぐらいしてたかなっていう感じです。あ、なるほど、その民法の過去問って、どれぐらい絞りました年度は。えっと、平、最初は平成十年ぐらいから、二十年分。 やってたと思います。あ、平成十から二十と逆にこう十年に切ったんですね。さ直近ではなく。あ、えっと直近から二十年分です。ごめんなさい。あ、そうですね。あ,あ、すみません。ありがとうございました。はい。なるほどなるほど。うん、うん、で、YouTube の質問でチャットの方で基礎講座を受講していますが、当連は来年四月から開始する予定ですが、このそれより前に開始する必要がありますかということで、まあ一月から当連を受ける必要があるかどうか悩んでいる方がまあいるようですけれども、あの一月から当連受けた。 メリッえっと僕はあのその1月からのも当連時代はあの受講はしていたんですけど実際あの会場で解くことはできなかったんですけど、まあ、その振り返ってみるとその最後直前期にその問題のストックといいますかそのまだ解いていない問題がある。 っっていいいうのはすすごい役立ったと思いますあじゃあこの時期にペースメーカーにならなくても直前期に使える問題があると例えば、期日問題なんかで新作が手に入っているとあるところはで B さんとか C さんは当連受けてたと思うんですけれどもやっぱりこの1月の当連って例えば、今からもう一度戻って受験生やるのは嫌だと思いますけどやるとすればやっぱり当連受けますかメリットってありましたそうですね私はやっぱり あの自分でこう自発的にじゃあ計画を立ててやるっていうよりはそのフェスメーカーとして必要だったのかなと思うのでもう一回やるとしたら受けると思います。はいありがとうございます。C さんもそうですか。そうですね初級講座をやりながらというのはちょっと厳しいのかなと思うんですけれども時間に余裕があるんであれば確かに三ヶ月で一週過去問とかを回せずので。 やった方がいいかなとは思います。あ、ありがとうございます。じゃ先生あ,<ー>あの1月から3月の冬連ってやっぱりこの時期にこう。 一周できるというのは、やっぱり予習型にしろ、復習型にしろやっぱり大きいですよねそうですよね、強制的にできるっていうのは、本当に強いなと思うんですよね、うん、ちょっと私に昔回しの昔話にすると、私あの3回で受かった方なんですけど、3年目がもう、すごいちゃらんぽらんで、あの先ほども、コラとか言ったんですけど、もう私もコラみたいな勉強したんですよ、<laughs> で、当連、全く実力エース取ってるのは知らずに行ったんですよね、で知らずに行ってみて、うそ、今日商業投票やのと,という状況でやってみて、もうね、ひねり出すように考えるんですよ、当連の現場で、でひねり出すように考えるからそこで頭に使うんで、 お久しぶり個人承認という感じで、確かお前一番上証校だよなとか。いうの思い出しながらやったので、あのやっぱ強制的にやるっていうのは。やっぱ家で普通に過去問解くと比べても全然違うな。とは思いますね。新作問題解くってやっぱり頭使いますからね。そうなんですよね。うん、テキストをただ読んでる漫然と読んでるだけよりはやっぱり。有効だし、強制的なきっかけになりますよね。そうですね。はい、ありがとうございます。あじゃあ次の質問いきましょうか。じゃあ次 a さん、えっと平日どれぐらい勉強してましたか。 平日は、えっと、仕事がある日は本当、夜に2時間とかで、まあ、休日、時間が取れるときは、まあ、せいぜい5、6時間ぐらいでしたね。あそんんなもんですね結構、学生でやってたらそういうわけでも2時間あ、その2時間ってやっぱ仕事の関係からそれとも体力の限界からあやっぱ体力的にもあの家帰ってから勉強、教科書開ける元気がなかったりするときもあったので、うん、そうですねなかなか。 まあ時間ははあんまり多くはなかったですね、はいうん、休日のフリーな日もあんまりできなかったわけですか、その気力とか体力の問題で。そうですねあのインプット講座の復習が結構あの、時間がかかってまして、なかなかそれだけで1日終わっちゃったりとか、テキスト読んでたら1日終わったっていう日があったたりしましま <laughs> ちなみにそれってその、例えば2時間だけとか、そのあんまりできないってことについてこう、焦りって出ましたかいや そう焦り半分、諦め半分、み諦め諦めって、このままだらだら言ってたら、今年もダだめかな、みたいなっていう部分もあったと思いますその諦めっていうのは、この時期に諦めてたってことですか、はい、4月以降はまた、したというか、はいまあ、結果的にはその直前期にまあ気持ちを入れられたんですけど、3月までは、この1月から3月に対して勉強してなかったら、あ他の人、勉強してるし、まあ、だいぶ差があるんじゃないかとか。 っていう気持ちののめっていうのはありつまり、ね、脱線して申し訳ないんですけどその4月に入れ替えられたなんかきっかけってありますさすがにその4月、5月になってこのままじゃやばいって思ってちょっと環境を変えるために実家の方に戻って空き部屋みたいなところがあったのでもうそこに1日朝から夜までずっとこもって。 もう小気の生活をしてましたあじゃあ、その時はもう10時間とか勉強できた感じですか、ねそうです、13、4時間はやってたと思いますああやっぱり自分の中から変えるって難しいので、環境変えるって大事ですね、勉強できない時<ー>あとき<ー>はいあ。じゃあ次、B さんお願いします、私は昨年は専業で勉強していたので、まあまあ、平日も休日もなかったんですけど、それは、えっと、っ全部15時間近くはやってました。はい <laughs> 24時時間間ですよねいや、まあ多分そのぐらいはやっていたのかなと思います、はい、もう勉強しかしてないですね、一日あ。そうですねあの、もう勉強しかやることがなかったので、はい、あのちょっとすみません、変なことを聞くんですけどあの、飽きませんでしたかああのすごい飽きることもありました。 あその例えばその15時間でなると、1日勉強といっても、例えばずっと仕打ちなんかできないじゃないですか、はい、でその時例えばそのあの、またあの、どのぐらいでこう休憩って入れてます、例えばそのここまで終わったら休憩なのか、1時間半ぐらいで休憩なのか、どんな感じでやってましたかたただ私結構早めに休憩を取るタイプで30分勉強したら まあ5分から10分休憩というふうにしていたので、そんなにずっと勉強っていうわけではなく、結構な休憩を挟んでたので。一応確認やつかな。<あ>勉強時間と休憩時間どっちじゃなかったですか。いや、それはそれは勉強時間です。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 飽きる前に休むっていいですね。ああ、なるほど。それ面白いの。飽きる前に休む、ね。多分2時間ぐらい勉強して飽きちゃうと休憩も長くなりますからね。そうですね。最初のうちからそれを実践してたんですか。もう30分で休もうみたいな感覚で。 最初のうちはもうできるだけ勉強して、で疲れたら休もうというふうにやってたんですけど、それだと結局、集中力が持たなくて、勉強進んでないし、頭にも入っていないなっていうことに気づいて、で結局、30分ごとにしましたなんか座ってるだけで、結局、勉強時間だけやってるようで、中身が入ってない感じになっちゃうんですよね、<あ>その前に休んで、リフレッシュして、またやろうっていうのが、自分に合ってたんですねそう,、はい、そうです、うん、それを自分で見つけるのがやっぱり大事です、ね、ちなみに、リフレッシュの仕方って、何かあります あのお茶を飲んだりとかですねああちょっと他の方もちょっとお聞きしたいんですけどあのそのなんか勉強の合間のリフレッシュというかその休憩時間って何をやってましたかちょっと A さんお願いします僕はそうですねあんまり休憩は取らないタイプだったんですけど、まあ、何か甘いものを食べたりとか、まあ、あとは眠いときはもう思い切って15分ぐらい寝ちゃったりとかはしてましたああなるほど仮眠ですね仮眠ですねじゃあすいませんじゃあ C さん はい、私は2、3時間まとめて勉強して休憩というか家事をする時間がその休憩に当たってました、はあ、か家事が休憩なんですね <laughs> はいあの勉強から離れてる時間が休憩ああなるほどね<す>離れることがいいってことなんですねはいあと <laughs> それありますね仕事してる方なんかは仕事の時は勉強を休めるからそれで気分転換になるって話は時々聞きますよね。う あ、じゃあ、妻、小さなお願いします。あの、平日どれぐらい勉強されてましたか?。はい、えっ、ー、と、一月から3月の間は週4日間働いてまして。はい、仕事をしている間、その4日間は何も勉強してませんでした。え、そうなんですか?。はい。やってない。<laughs> やってません。もう、え、その、やってないっていうのは、もう、やらないって割り切ったのか、やれなかったのか、どっちでした?。えっと、最初やろうとしたんですけれども、できなくて、もうやらないというふうに割り切りました。あ、き、それ割り切ると気持ちいいですよね。 はい、<laughs> やらないって、なんかうずるめたってもうよりも、私はもうやらないんだと <laughs> で、決めてやらない方が、もう前向きにできてますもんね、でねえ一応、熊谷すん、土曜、日、はいえー、と土日とあと、もう一日、週3日間、お休みでしたので、<あ>その間は、1日でも5時間とか7時間ぐらいしか勉強しなかったんですけれども、集中して勉強しましまたなので休んだ分、その日にやろうっていう気持ちがあったってことですね、はいだからできたってことですね。はい よしじゃあ、そんな、じゃあそのまま、ゃあ C さん、お願いします、えっと、この時期はひなの暗記に努めていました、ひな、うん、コレクションを見て、とりあえずひなを暗記して、東、うん、連で出てきた問題を解いて、うん、それを復習するという感じで、月間過ごししてましたあちょっとお聞きしたいんですけど、このひなの学習ってよく言われるんですけど、はい、何をすることなんですか ひたすら書いて覚え写経です何かの事例問題を解くじゃなくてもうあるものを書き写すって感じなんですかそうですねまずひな形を暗記するというのはそういうことだと思うんですけれどもはあなるほどなるほどなるほどあじゃあその出てくる多分事例問題でもないやつをこう書いていって覚えていくって感じなんですね、はい、でもやっぱり結構数覚えてるじゃないですかやっぱりできるできない関係なく全部書いた感じですか いや書けるなと思ったものはもう書かなくても大丈夫かと思いますああちなみにあの手こずったひな形があれば教えてください <laughs> うん、ちょっとすみません思い出せませんわかりますありますじゃあ次 B さんお願いします私もこの時期は、えー、と予備校のトーレンをペースメーカーにしながら、えー、と過去のトーレンも含めて 毎日不登法と小登法と、えー、各1問ずつ解いてました、うんはい、それからと C さんと同様で、あのひな型コレクションなども、解いていてましたえとチャットの方で質問が来てますけど、ひな型コレクションをやられたとのことですが、何個ぐらい覚えましたか、でも,うかもう山本さんという方もひなごコレクション300のうち、どれぐらいまで覚えましたかってことで、ひな型の数を受験生の方、気にしているようですけれども、全部覚えましたか、300個。 全部は覚えていないです、ただ、よく出るあの絶対かけないといけないもの、あの株主名簿あの、管理人とかそそういう、そういうものは必ず覚えるようにはしましたけど、ん全部は、全部はさんはどうですか私も全部は覚えてなくて、ただ、問題形式になっているやつは繰り返し解いて、覚えようとは努力しました。100個ぐらいいいですねねそれねはい、はい ひな形三百はコレクションですから、やっぱり百個ぐらいの重要なものが覚えられてれば、あとはその応用でいけるんじゃないかな。っていうのと、あとは出ないひな形もありますからね。うん、合格者の方もそれぐらいですから、全部は覚えなくていいのかなと思いますね。あそのやるやらないの基準は、その問題になってるかどうかって基準でしょうか。どんな感じですか。選んだ基準ってそうですね。最初は一通り全部移すんですけれども。うんうん、それ以降は問題になっているものを。 ああ B さんはどんな感じで得れましたか特にあのあの問題になってるかとかではなくて自分の苦手意識があるものという感じでいいていましたえ例えば、それは英語作権制定でも A 作戦、それは解かないかもしれないですけど <laughs> あやっぱそこのところは自分の中でこ,うこれはいいだろうとかいうのはやっぱ考えましたかははいあ、はい、それはもうあのトーレンとか あのー、受けていれば何が重要になってくるのかなっていうのは分かってくるかと思うので、うん、重要なものを自分で選んだってことですね、あはい、その中で苦手なものを集中的に覚えていったといことですね。はいうか、あれ本当に300を覚えてる人いるんですかねいないです、うんち。ちなみに森山先生、ひな型何個ぐらいだと思います私の携帯小書は120個ぐらいずつ載ってるので。 十、うん、えっ、ー、と、二千十五年に出してから、そこに載っているもの以外、出たことがないですから。司法<ー>試験に、うん、基本的には、それで十分じゃないかなと思ってますね。私は初級講座の方でも、配ってるやつが、七十いくかな。えー、不動産は。うん、あ、じゃあ、えっと、ごめんなさい。不等法で、ほら、仮登記までいると、百十ぐらい。あ、そう、一緒ぐらいですね。百十、うん、ぐらいだし、でも、それで、まあ、漏れたことはありますけど、新託とか、だから、もう、とにかくいいですもんね。もうそうですね。うん。だ、と思うのは、結構、ほら、皆さん、やっぱり、合計した方って、ひな形、な形って言うから、ひな形を網羅しないと、できないっていうように。 って思うかもしれませんけど、その発想はちょっと違うのかなと、個人的には思うところですで本試験で出たとしても、第3弾のもう誰も書けなくていいようなひなも時々ありますから、うんうん、300個全部覚えられないって言ってこう、不安に思う必要はないかなと思いますね、個人的にはね。うん、でもやっぱり網羅しないといけないとなると、ひなコレクションはそこまで、信託まで網羅するんですよね、たぶ、ね、あでも、携帯にも信託が載ってますよ、信託<ー>、うん、はね、最近出たこともありますから、うんうん、ただ、ね、すごいマニアックなものも載ってますからね。それは いらないかなと思いますけどね。うん、まあ、コ,レんコレクションですかね。うん、コレクションですよね。たまに実践もわからないけどひな形覚えてるってしますからね。<laughs> あれはすごいなと思いますよ。うん、何度も覚えてのかと思いますもん。あ、じゃあすみません,、うん、ほっとほっとからしました。A さん、はい。はい、僕は記述はですね、不動産投機はあの一年目に使ってたその一個ずつの事例になってるテキストがあったので、それをあのひな形をあの思い出すっていう意味で。 ずっと解いてます、ね。え、あれを最後も使ったの？あ、そうです。一年目の <laughs> あれっていうのか自分だけの <laughs> そうなんですね。ネモ先生のやつを、うん、使ってますね。あ、なるほどね。まあ数もそんなになかったし、あれだったら繰り返しもね。そうですね。うん。えじゃあえっ、ー、と品型えっ、ー、と問題とかやってました？年内あ、じゃえ一月から三月っていうのは？あ、えっ、ー、とまるまる一問っていうことですか。まるまる一問って感じで？は、まあ、えっ、ー、と最初にまるまる一問解いたんですけど、うん、あまりにもその忘れた部分が多すぎたので。 これはなんかつ問解いても意味がないなって思ってその1年目のテキストを掘り返してきてで、ちょっと改めて覚えようと思ってやってましたあじゃあ1問○○は解いてない感じそうですほとんどやってなかったです、ね、うんうんうん、うん、じゃあなんだある意味ひな型のみぐらいな感じですね本当に思い出す作業をずっとやってますうん,、うんうんうん、なるほどなるほどひな型って大事なんですねこの時期に覚えるのうん 演習に集中できますもんねだそひな形覚えてないと、登連でファイナルでせっかくいい引っ掛けがあるのに、ひな型かけなくて引っかかっちゃって、引っ掛けを意識できなかったりしますから、しっかりこの時期に覚えるっていうのは大事かもしれないですね。うん、で今、質問で配偶者教授権のひなはどうですかって書いてありますが、覚えてください。はいうん、あじゃあ次いきましょう、三月まで最後のご質問になります、全、えっと、科目、何回程度回してたか、A さんからお願いします。 うん、僕はそうですね、と主要4科目もまあ一回しはしてないので、うん、と民法を一回しで、会社法をテキスト読んで、一回しぐらいですね、うん、ではさっきの繰り返しですけど、本当にじゃあ、4月まで触れてない科目が結構あったと、本当にやってなかったですねでそれって結局、4月になって振り返ってみると、忘れてました、結構、いやめちゃめちゃ忘れてましたね、でも4月以降、どうにかなるんですか、それで。 そうです最初やんなきゃと思ってテキスト出す読むんですけど本当に忘れてる部分が多いので本当に3月より前に、まあ、テキストでも1回でも読んだけばよかったなっていうのはすごい後悔しましまたねあちなみに忘れてなかった論点って何かありましたあこれ絶対覚えてるんだってびっくりしたやつ忘れてなかったものなんだろうでも刑法とかは意外と覚えてますね覚えてるんだやっぱりなんか、まあ、特徴的な事例とかも出てくるので <laughs>、うん、そういうのは結構、うん、覚えてますね 司法書士法とかどうですか。司法書士法は。いやー、そん。ほとんど忘れてたと思いますね。ああ<ー>、だ刑法は事例ごと覚えますから、忘れにくいのと司法書士は範囲が少ないから忘れててもどうにかなるってことですね。うん、なるほどね。じゃあ次、B さんお願いします。先ほどの繰り返しになるんですけど、私は結構忘れっぽいので。 全教科1か月に1回は回して忘れないようにしてましたあそうかそうか、過去問1か月に1回だから、はい、自然的に1か月で一周してるってことですね。なるほど、なるほど、それって結構その、自分の中で、なんだろう、丁寧か回すってことなんですやっぱ回す方を重視したって感じなんですね、まあのー、そうですね、ま、回さないとどんどん抜けていってしまうので、それが怖かったので、そうですねちょっとこうお聞きしたいんですけど、例えば、あの1か月前に解いた問題で、 1か月後に解いたら間違えるっていうのは結構あったほうで,ですか、もちろん絶対ないとは言わないと思うんですけどど、はい、どんなどうでしたかそれは結構あの、教科によって違うんですけど好きな教科だったらもうそんなに間違えることはないんですけどあの苦手意識があるものは、はい、また間違えてたりしてましたあまた間違えるですね、はいまあ、間違えたものをまた間違える、はい、で逆に合ってたものを間違えるっていうのはどんな感じですか それもって本当に本当にたまにあってそれはすごいショックだったので必ず覚えるようにしました。ああ、ね、ねそれってっ思い違いとかじゃなくて完全にド忘れとかだったの？そうですね、た多分ド忘れだと思います。はいはいはい、なるほどなるほど。じゃあ次 C さんすみませんお願いします。はい、私は、えー、当年をペースメーカーにしていましたので1月から3月の間で過去問を一周しました。それだけです。 あ、一週なんですね。やっぱその、はい、やっぱその一週が今でも思ってもそれは限界かなっていうぐらいでしょうか。そうですね。一週が限界だと思います。あわかりました。じゃあちょっとここでえっ、ー、とすみません軽くまとめたいと思います。えっ、ー、と三者三様でありましてえっ、ー、とインプット工業をメインの A さんで東電等をベースにする B さんと C さんで東電についても。 復習型という B さんと予習型の C さんがいらっしゃいましたで。過去問についてどうかというと、全く絞らずに全部やった B さん。平成以降という形で絞ったけど一周するという C さん。やり方は多分二つあると思うんですよね。絞って何周もやるというやり方もあれば、絞らずに全部やるというやり方もあると思うんです。で、平日の学習時間。これですが本当に置かれている状況によって本当にまちまちです。 2時間という方もいればの15時間フルにやったという方もいらっしゃいましたそして金融対策の方ですがどの方にも共通するのがひな形の学習というところこのあたりが全ての方に共通することからでしたで最後に全科目回していたかというとえ1回え3回そしてもう部分部分しかやってないという方も出てきました ありがとうございますでは次は裏面の方に行きましょうかま4月以降になるべくまあ1週はし得くというのは理想ですよね、だからこれから登壇を受ける方は当連に合わせて予習・復習をしてまず4月までに1週はしてしまうというのはまあこれから受験する方に関しては大事なことかなと思います。4月以降にやっぱり 直前期なりの勉強がまあ今からお話しするようなことができるようになりますから、まあぜひこの三ヶ月でまあ当連使う方は使って、でインプット講座を受けている方はしっかり終わりにして、まずは一週しっかりやってもらいたいというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。では四月以降の学習についてお聞きしたいと思います。まず何をメインにしていたか、じゃあ新さんからお願いします。はい、えー、っと四月以降はですね、えー、記述の勉強をメインにやろうと思いまして。 過去問の記述の問題とあとレックのトーレンで出てきました記述の問題の復習をメインでやっていましたちょ,っとちょっとびっくりなんですけどなんか普通、択一メインで記述をなんかサブ的にやるという感じなんですけど択一は全くやらないってわけじゃなかったんですよねいや全くやらないというわけではありませんが、うん、1>, 1月から3月でやった分量ほどはやっていないということですか。 簡単、簡単に書くこと、どれぐらいの比率だったんですか、択一記述の比率って。そうですね。それでも半々ぐらいだと思います。あ、やっぱ多い方ですよね、半々っていうのは。はい、う,んうん。なるほど、なるほど。やっぱそれだけ記述が怖かったと。はい、記述が怖いというよりもですね、うん、あの。結局。 総合点に届くためにどこで点数を伸ばせばいいかって考えたときに記述を強化するのが一番なんじゃないかなと思って記述に力を入れました。なるほどなるほど総合点で勝つためにということですね。はい。うんなるほど。じゃあありがとうございます。じゃあ次は B さんお願いします。えっと、えっとこの時期だと模試が始まると思うのでその模試と当連えっと過去分もあるかと思うので過去分も含めてそれを三回から六回ぐらい繰り返しました。それとえっと と苦手な論点を抽出して、えー、繰り返し復習できるようにスケジュール立てて勉強しました。あということであ,あまりこう、えー、と1月等の勉強のやり方そんな変わらない感じなんですかそうですねただあの、過去問がメインというよりは、まあそうですね、模試となるほどあの4月以降で過去問じゃないという選択をしたらなん何か理由ありますか そうですね、もう、去問はもう結構繰り返しやってきているので、あまりこの時期に、じゃあひたすらまた繰り返すかといったら、あの他の勉強したほうが効率がいいかなと、やっぱ覚えちゃいますよね、ものによって <laughs> そうですね暗記もう問題、答えも暗記してたので。 あまり意味がないかなとその暗記のレベルっていろいろありますよね、私なんか覚えてるのが、のコーヒーのシミが右上についてると、あ、それ、先これ2番だとかね、なんかね、覚えちゃうんですよ、なんかその紙質で、もうこれ、も演習じゃないんですよね、答えが2って分かって、だから 2, だから2が丸だから、2が答えだから、答えは、えっと、丸あと、うが丸なんだなとかね、よく分かんない勉強なんですよね。<laughs> うん、なるほど、じゃあ、ちなみに、択一、記述って、どれぐらいの比率で勉強しましまたか私は記述が苦手だったので、本来であれば、もっと記述を勉強しておくべきだったんですけど、 でもそれでもあんまりできなくて、まあ記述が三で託説が七ぐらいの状態になってしまいました。はいはい、なるほどなど、七三ぐらいの感じですね。はい。ありがとうございます。じゃあ次 A さんお願いします。はい。僕はえっと格問演習とあとテキストの読み込みをあの半々ぐらいでやってましたね。うん。読み込みとえっとあれですね。で。 はえっと、これって、多分ペース的にはそのなんだ読むのと解くのっていうのは全く別の科目でやってましたか、えっとまあ、科目によって、あの例えばそのマイナー科目とかだったら、もう過去問を覚えてしまってるので、まあ、まあ問題解く意味ないなと思って、テキストをずっと読んでたりとか、うん、あと民法とかも、なんか抜けてる知識をその過去問で確認したら、まあ、テキストすぐ戻って、読んでっていう、行ったり来たりをしてましたね。 ちなみにその解くというところなんですけどなんか1日あたりなんかノルマというか何問とかか決めてましたかそうできる限り解こうとは思ってたんですけど、まあ、その2日で全科目をとりあえず総さらいというか回したかったので、まあ、なので1日6科目ぐらいは解いてました 1>,、うん、1日6科目と、うん、問題数でいうと何問ぐらいですか問題数100 もうぐらいやってたんですかね。その百問で大体どれぐらいで,できます。いや、でも結構。解き終わったらもう夜8時。夜八時九時とか。だったので、うんうん、結構時間はかかりました。それって、あの、私の一年前に教えをそのままやってる感じ。<laughs> そうですね。一日百問。って一年目に言われてたので。<laughs> まあ、そうですね。それも頭の片隅にあったかもしれないです、うんあ。なるほど。ありがとうございます。じゃ、ちなみに卓一と記述の比率は。 択、まあ、一7で記述が3ぐらいですかね、あなるほど、はい、私が受験生の時も1日100問解いてましたね、まあ、夜までになりましたけれども、だから、本試験で午前35、午後35で記述があることを考えれば、択一の過去問ベースに勉強すれば、やっぱりそんだけの問題数は直前期、仕事がなければ。 解解解けるかかななとは思いますす、ね、そそそっ本試験の時に70問くくんんんだだううでよ直前期になれば解説は分かるところは読む必要ないじゃないですか時間の無駄なのでそうするとこれ分かってるから解説は大丈夫だ頭の中に入ってるっていうのなれば、うん、問題は結構こなせるかなと思うんですよねうん、うん、だからやっぱりその4月以降結構過去問中心にやる方はこなせるのでこの時期は無理に過去問っていうよりは東例に合わせるだとかテキストやるだとかでもいいですしこの4月以降に関しては、まあね、過去問中心にやる方とか テキスト中心にやる方もいますがやっぱり自分に合う方法を中心でいいと思うんですよね、やっぱりテキスト読んでるとなんかぼーっとしちゃうとか、過去問やってると問題解いてて答え見るだけに終わっちゃうとかいうのであれば、やっぱり6割はテキスト、6割は過去問みたいな形で、うん、自分のペースに合わせて、ただ、バランスは大事だと思うので、全く問題解かないとか、全くテキスト見ないっていうのはなしにしてほしいかなと思いますけはねじゃあ、ちょっとこれかぶってしまうんですけど A さん、えっと、過去問演習、どれぐらいやりましたか そう、直前期ですと過去問ま二三週ぐらい回してましたね。うんうん、で問題数結構絞りましたか？そう最初は絞ってたんですけど、その過去問で問題数が少ないものとかはどんどん範囲を広げてって平成までとか、うん、あの問題少ないのは昭和まで行ったりしてました、ね。ああなるほどなどやっぱそう言っても臨機応変に変えた感じ？そうです。最初はあの全部できるか分からなかったのであの余力が出てきたら。 あのじゃ広げてみようかっていうのでやってます。ふんふんで過去問についての質問がチャットでいくつか来てるんですけど一つが、あの正解率を80%の目標にしてますが、あのまあ、100%にした方がいいのかっていう過去問どのぐらいの、えー、まあ、完成度にするのかってことと、あとは過去問って解くときにまあ春さんって方ですけども、えー、時間は意識していましたかということですよね。つまり過去問を使い方として完成度とそれから え時間を意識して解いたか、本試験のように、例えば、あと、いが正解だから、短時間で解けるようにするのか、インプット的にこうゆっくり解くのかみたいな感じですすねお願いします僕は、時間に関してはあの、ストップウォッチを買って、その時間を測ってた時はありましたねあじゃあ、倒霊とか、もしの現場ではなく、家でカゴ時も解くときも、やっぱり時間を意識して解くときもあったと。あそううでですすねなんかあの時時間間をかけすぎないように毎回同じ時間で測って いう意識はしてたと思いますあじゃあ単にこう知識を入れるだけじゃなくてアウトプット的な要素というか本試験的な要素で解いていたってことですねはい、はいありがとうございますちなみに100%近く行きましたいや100%は行ってないですね、うん、目標は100%ですかいやでも間違える問題は本当何回も間違えてたのでうん、そこまでこだわりがしなかったですね ああなるほど。その百パーにするっていうことよりも回すって方を優先重まあ重視というか。うそうですね。ああなるほどね。ありがとうございます。じゃあ次は B さんお願いします。私は過去問演習はあのこの頃になると完全に分かっている部分はもう全部飛ばしてでまあ一ヶ月に一回ぐらいまあの回せるようにはしてました。 ああでそれ、分かってるものっていうのは飛ばすっていうやり方ですよね、はい、あの結構いらっしゃるのがその、できないところだけやっていると、なんかできるとかできなくなるんじゃないかと、あ<ー>だからできる、できない関係なく、全部やるんだという意見もあるんですが、なそのできないところだけに絞って、なんか弊害あ,ありましたかいえ、そんなに弊害はないですね、あのうんうん、で,きるできるところはもう。 完全にもうテ,キストでもテキストでも読み込んでいてもう完全に身について,るっているうとう分かっていたので、うん、そんななにに気にしてはいなかったですできない問題がまたできないんですよね、まあ、だからやっぱり何回も触れてないと忘れちゃうんじゃないかとて不安はありますけどやっぱりそれはできるんでできない問題中心で,でどうせ今テキストを見たりやったりしてどっかで必ず触れますからできない問題中心で、ね、今、B さんのようにやっていくのはいいかなと思いますね。 あ、ちなみに、その演習、過去問演習とかって、えっと、なんだ。あの、年度別とかでやってましたかそれとも普通に分野ごとの、普通のなんか合格像みたいな感じの分野ごとやってましたか。かそれとも年度別になんか、やってましたか?。私、あの、分野ごとでやってました。え、すみません、あの、ご参加の中でも、もし、年度別でやってる方がいたら、挙手お願いします。ちょうどチャットでも質問来てますね。ね<あ>過去問は科目別に解いていましたかうん、うん、それとも、年明けは年度別で解かれていましたか?。うん、ありがとうございます。年度別は特にいらっしゃらないということですね。はい、あの、もしなんか年度別。で 解こうかなと思ったことあります、B さん。え、全くないですね。ああ、なるほど、なるほど。森山先生、ここ、どう思います私ねあの、1年目の基礎講座の人に、年度別で直前解くといいですよっていうのは、めてますすねあそうなんですか、うんんうん、あの結局、1年目の人って、やっぱり過去問、精一杯なんですよ、う講義、うん、に合わせてあるのが。あだから、まあ、この中上級者の方っていうよりは、初級者の方に関しては、直前期に、もしの,の要素と過去問を、 あの要は1日で70問解けるので、過去問、今は解いてない人がこう解けるんですよね、だからそういう意味でも、年度別を進めてますね,ね、うん、あくまでも1年目ですよね、そうですね、うん、なるほど、うんはい、じゃあ、ありがとうございます、じゃあ、C さんお願いしますはい私も B さんに近いんですけれども、1月から3月に解いた過去問とあと、東電の問題で、間違えた問題だけを4月以降は繰り返して解いてました。 うんうんうん、やっぱ間違えたものメインって感じなんですね。はい、間違えたものメインです。うんうんうん。ちなみに、その間違いがよ、多かったなと思って、る科目なんかありましたか。えっと、会社法、商業登記法の択一が間違いが多かったと思います。ああ。なるほど。ほどもう一つ追加で聞いていいですか。はい,はい。あの、過去問って年度別科目別の中には足別ってあると思うんですけど、足別の過去問集って使った方います。 みんな合格ゾーンなんですね使おうと思ったこともないですかない、はい、えっと、はい、私は受験経験が長いので、うん、初めの頃その足別の問題集過去問題集使っていた時期もありますあで合格ゾーンの,あの五四択一のほうに切り替えたわけですよねはいその理由ってありますえっと特にはないんですけれども、うん もう勉強進んでくれて、やっぱり本試験型の方が勉強になるってことですね。そうですね。そう思います。1>, 1年目とか2年目の方で、まだ過去問を講義に合わせてやりたいって方は足別であれば講義に合わせやすいですからね。そういう使い方はあるかなと思います、ね。レクでも両方出してますからね。うん、はい。ありがとうございます。では、次3番えっ、ー、と読み込み、演習どちらがメインだったか？じゃあまず c さんからお願いします。 えとテキストの読み込みというのはほとんどしてなくて、演習メインでやってました。なるほどあほどとんどということは、たまに見ることあったって感じですかそうですすかそうね問題を解いて解説を読んで、それでもまだ理解できないときはテキストに戻るということもありました、うん、調べるためのテキストですね、はい、通読じゃなくて。な,るほどなるほどじゃあ、B さんはどうでしょうか私はテキストをページ数まで暗記するくらい読み込みました。お<ー>はい ちょっと条文を読むあの読,読むっていう方もいるかと思うんですけど、うん、私はちょっとそれだと眠くなってしまうので、もう最初から最後までテキストと書くもんです。あ,あ,あじゃあ本当に条文六法は特に使ってないってことですね。あのあの気になる条文が出てきたらあの開くことはあるんですけど、あの暗記するということではちょっと使わなかったです。うん,うん、なんかね六法を中心に使って素読するみたいな方もいますけれども、それをわかりやすくしたのがテキストですからね。テキストの中心にやった方が。 あの、メリハリがついていいかなと思いますね。では、エイトお願いします。僕は、テキスト読み込み演習は半々ぐらいだったと思います。マイナー科目とかは、結構テキスト重視で、やってましたけど。うん、その主要四科目とかは、そうです、半々ぐらいでやってましたね。うんなるほど。あの、条文読むとかってしてましたか?。条文はほとんどは、読まなかったですね。テキストに書いてある。 もの、あの民法とかテキストに条文が書いてあったので、そういう時は読んだりはしてたんですけど。会社法の条文とかも、ほとんど読まなかったですね。あれ、読んだ方がいいっていう人と意見、まあ、そうじゃないっていう人いますけど、森本先生、どんな感じですか。科目によりますよね。あ,<ー>あの、例えば、憲法なんかは、時々、あの暇な時は一条から読んでみるといいよっていうのも話したりはしてますね。うんうん、あの、統治の条文がそのまま。 見てればで,できる問題もできますし、うん、人権なんかでも、判例一生懸命やるので、情報見てない方もいますから、時々目を通すといて、あと民訴なんかも情報がそのまま出たりしますから、もう全部は無理ですけど、重要なものについては読むとか、たださっきお話したように、会社法は無理だと思いますね、あ,<ー>あれ、人間が読む文章じゃないですよね。だ、うん、からもう読ませるっていうもので作ってるわけじゃないですもんね、うん、あれね、本当に、本当に、なんか、法技術を使っただけですから、そうなんです括弧の中に括弧コ入れるとか、感覚としてありえないですよね。 まあ本当そうですよねって、昔、条文の講座やってる自分が言うのもなんだけどね、<laughs> よし、じゃあ次、<laughs> はい、<laughs> じゃあ、えっと、お時間無駄になりましたえ、じゃあ次はあの弱点分野は何で,で、それをどうやって克服したか、A、さんからお願いします、はいえっと、僕はその1年目の本試験で、と民法と会社法でこけて、結果的に落ちてしまったので、その2つだけは2年目、なんとか克服しようって思ってましたあだからあのなかあの、学習のあれも初めから民法、会社法だったんですね。 ああそうですねそこに合わせてそれだけは最低限インプットコードは見てやろうと思ってやってまじゃあ、それどういう候補で対策しましまたかそう結果的にはその中上級で取ったテキストが良かったっていうのがあったんですけど結構、読み込みをしているうちにその1年目はただ暗記してた部分がそのテキストには理屈がちゃんと書いてあって2年目でやっと納得したっていう時が結構あったので,そうです中上級向けのテキストで。 克服したっていう感じですね、うん、やっぱり丸暗記じゃなくてテキストで理解してると覚えやすい視点数が取りやすいって感じですかねでもこれ思うんですよあの1年目の方って理解が無理なものが多いですよね、うん、多いですねだからどうしても1年目って結構な数丸のみしなきゃいけないと思うんですよ、うん、でそれがとも1年目でその受かれば丸のみのままいいと思うんですけどそれがうまくいかなければやっぱり理解の方向理解の方向っていうのは しょうがないのかそれ,それは望ましいところですよねそれ両方ありますだから 理解しないと覚えられないってい脅迫感を持っちゃってる方がいて、<ー>とりあえず1年目の方は分かんなくても覚えちゃえっていうのは大事ですよ、ね、そうです、それありますよね。どうしてもまたやってるうちに理解できたリメテにテキストに戻ったら、はって、あそういうことなのかって分かったりしますから、うんで、分かってなくても点数取れるところもあるので、あんまり理解しなきゃっていう脅迫観念は捨てたほうがいいかなと思いますね、解、ねはい、放期はなんであの金銭だけなんですかって言われたら、うん、金って書いてるからですと。解放、金だから。<laughs> それ,<で>それじゃいいんだだよ というなんか教えてる気がしますね。じゃあ次は b さんお願いします。あの苦手分野は何でどうやって克服しましたか？私は記述特に不動産登記が苦手だったので、えー、毎日ひたすら問題を解くようにしました。で、解いていくとだんだん理解で,できるようになるので、まあ、単純に私の場合は記述を解く量が少なかったのかなと気づきました。ただ、あの雛形があの分かっていないと。結局商業登記などは書けないので、早めの段階で雛形は完全に。 あのよく出るものは覚えたほうがいいと思いますうんうん、うん、ありがとうございます、でその規律を解くというのは、大体どれぐらいに解きましたか、問題数というか、なんか、あの1日1問ぐらいか、問とかかいきましたか 1>, 1日、えっ、ー、と不動産登記と商業登記と、えっ、ー、とそうですね、2問1問とか、そんな感じで解いてました、だから全部で3問とか、なるほどそ,その問題はどこから入手しました問題はえっ、ー、とまあ 過去の答論とか、うん、模試とか、そういったものですねちなみに、同じ問題やることになりますよね、それだけやってると、うん、でそれってやっぱりか、あまり同じ問題でもあまり意識せず、解いいちゃいましたか同じもん、やったことがある問題、はいやったことがあっても、結構、すみません、忘れていたので、それはあんまりそんな、うん、違和感なかったないなことです 多分ね、一度解いても忘れますよね、うんうん、特に勉強がある程度進んだ方って結構、解放を使って論理的に解けるじゃないですか、これもここ,れここチェックすれば、うん、ここチェックすれば、物語覚えてないんですよ、ね、ええ、けど不動産覚えませんなんかすごい、どてでもなんか家系図があって、そういえばこいつは、ね、死ぬんだよ、で死んで、<laughs> こいつそのやつを放棄するんだよ、でね、ひどい、ね、家族が、特別事件が何人もいるんだよねとかね。 で逆,に逆算なんですよ、物語覚えてるから、そこから逆算してる、ベシ言ンから、ふ運じゃ意味がないと思ってるんで、自分、結構言ってるのは、うん、そのある程度不動産は感覚開けた方がいいと思ってるんですよね不動産はそうですね、感覚開ければ結構忘れること多いですね、うん、商業時なんか中心に、ねうん、ただのし、商業って無効うなんか意識して、向こ覚えちゃってるってことありません、あ<ー>なん強烈なやつ、特に。<laughs> そうそうそう、そうなんですよね、だからそのあたり難しいそうだなとちなみに、なんかどれぐらい感覚 B さん、どれぐらい感覚を上げたかって、なんか決まりありましたかそうですね、特にないんですけど、ただ、あの結構、模試とかもいろ,いろんなものを受けてると、結構たまると思うので、それを回していくと、結構、感覚は空いていたので。<ー>はい あんまりすみません、具体的な。あ、<た>ええ、ありがとうございます。あの、というの、私は勉強しる時は、実はそんなに問題数はなくて、私ね、全部ストックして。あのね、計算、あの、ね、書いてあるんですよ、あの封筒に、うん、あの、これが何、何日に解いてると、これ何日解いてるって書いて。自分の中、に二ヶ月開けなきゃ、絶対解かないと、っていうふうにしたんですよね。で、今、結構問題数いっぱいあるから、そこまでしなくていいのかなと思うんですけど。ありがとうございました。じゃ、次は、しーさん、お願いします。はい、えっ、ー、と、私は、五科目全般と、あと、会社法が苦手で。 ひたすら問題を解くことで克服しましたはいはいはいやっぱ問題を解くってことなんですねそうですね問題を解いて出題形式になれるといいますか、うん、あと知識も解くことで繰り返し解くことでつきますし、うん、なのでひたすら問題を解いてましたうんうん、うん、そ問題っていうのはそのいろいろな答連問題も含めて過去問も含めてってことですねはい それはやっぱりそのさっきの話なんですけどやっぱ間違ったものをメインにする感じでしょうか。はい間違ったものをメインで繰り返しといてました、うんうんうん。なるほどね。では年内、えっと4月以降の学習最後に行きます。えっと全科目どれぐらい回していたかシイさんからお願いします。えっと私は全科目2週程度しか回してなかったかと思います。2週。はい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 。はい え2週というのはもう計画的な2週それとも2週しかできなかったかどっちな感じですか、えー、計画的な2週です、ね、あなるほど、やっぱりそれだけ弱い科目の方を重視して全科目回す方はちょっと抑えめにしたって感じでしょうかいやというよりも間違えた問題だけを、うん、メインでやってましたので 1>,、うん、1月から3月よりかは解いている問題数自体が少ないので2週です。あ はい、とことは、あの直前期だから、その早くやったとか、なんかその端折ったということはあんまりない。そうですね、端折ったといえば、解けで問題は飛ばしたというぐらいです。おお、うんうん、なるほど、なるほど。うんうん、では、次、ビーさん、お願いします。と、私は四月以降ですと。過去問は、今、あの先ほどと繰り返しになるんですけど、一ヶ月に一回などで。 まあただ、もう六月はとかないので、四、五、二回ですね。二週ですねうん、うん。なるほど。あの、意外と少ないなって感じがします。あの、なんか、皆さん聞いてるなんか、十週ましたでとか。うんうん、なんか、そんなの聞くので、意外となんか少ない感じがするなと感じがしますが。えっ、ー、と、これもやっぱりそうなんですか。あの、計画立てて二週っていう形でしょうか。そうですね。えっと、えー、と私の場合は、あの、その前から結構過去問ばっかりやっていたので。はい。その後、四月以降は、うん、まあ、そこまで。 力を入れ,入れてなかったですね。ね、うん、ありがとうございます。じゃあ次にエイさんお願いします。僕はその主要四科目はだいたい二週ぐらいでマイナー科目は三四週ぐらいしてたと思います。なるほど。あのマイナー科目って先ほどなんか聞くとあの触れてなかったんですよね四月まで。はい。かなり大変だったんじゃないですか。 そうです最初はあの問題を過去問を解こうと思ったんですけどあの本当に忘れてたのでとりあえずテキストから始めないといけない状態でしたでそこから過去問を解いていってでだんだん思い出してきてで6月ぐらい直前期になったら結構問題に飽きてきたので答壇とかの模試を繰り返し解いてましたねちなみにその多分その状況で4月からの答壇とかって受けてましたか えっと四月からは受けてました。あのいでも受けてましたね。いやでもでもマイナー振れてないから多分かなり点数がそうですね。良くなかったですね。うん。なるほど。 でちょっと食前期の勉強で質問が来てるんですけれども、もしって何回ぐらい受ければいいですかって質問がチャットで来てますが、あの確かにもしって1日使っちゃうんですよね、でも実践的なこう1日のシミュレーションを考えれば受けるに越したことはないし、よく他社の模試も受けて回数をこなしましょうみたいな話がありますが、模試の回数って何回ぐらい受けました、他社のものもも含めて僕は2年目は最初、他社の模試を取ろうと思ってたんですけど、うん、今振り返ってみると、 結局他社の模試をあの受けている時間はなかったなって思いますレックだけを回してるだけであの時間が終わってしまったので、うん、そうですレックでも必要十分な模試の回数やってますからね、はい、レックの模試だけで十分ってことですねありがとうございますじゃあ次真ん中の B さんお願いしますすみません、私はあの他社の模試も受けていたので全部で10回ぐらいはあの会場に行って受けてました。というのも結構 あの会場慣れをしないと、あの周りの環境に結構左右されるタイプなので、それは離れのたために受けてました自分の勉強時間なくなることは気になりませんでしたそうですね、ただ、まあ、そこままで気にしてせん、ねはい、じゃあ、C さん、どうでしょうか。 もし、はいえー、の回数というよりも、受けるペースを週1回程度にした方がいいのかなと思います、で私はレックのもししか受けてませんでしたなるほど、あそのやっぱりその1週以上にするとペースが乱れるとかそうですね、ペースも乱れますし、うん、自分で勉強したいこともちょっとできなくなってしまうので。うんうんうん 週一回が限度かなと思います。はい、ありがとうございます。ますじゃあえっとここまでのところ四月以降の学習今画面の方に出してえっとまとめています。えっとメインにしていたものえっと読むと解くというパパターン模試通れの演習メインというパターン期日メインというパターンこの三つがありました。で過去問演習に関してはどの方も少なくとも一週はやっているだいたい二から三はやっているというか逆に言うと二から三ぐらいなんだなと。 というのは逆にも私は意外でした。読み込み演習のメインとしては、もうこれはもう人それぞれということが見えました。えー、こちら、えっ、ー、と、読み込みの方、えー、演習の方、半々の方というふうに、えー、全部ばらけています。実は言うね、これね、あの、こういう状況の方をばらけた方を選んだんじゃなくて、私もね、選んでみて、えー、こういうふうな結果になると逆にびっくりしたぐらいなんです。<laughs> え、次、弱点分野に関しては本当に各々えー、一緒によって違うと。で、その回復も、 読み込むという形と、やっぱりひたすら解くという、この2つなのかなと。で直前期の方を回している回数は、やはり皆さん1回じゃないと、2回は言っていると。いうのが分かったところです。ありがとうございます。では、最後、その他の方にいきたいと思います。おすすめしたい学習法について、えー、っと、今、どこに行ってますかね、えー、っと、C、マイクは、あ、じゃあ、ゃあ C さんの方から。 お勧めしたい学習法があればお願いします。はい、えー、っと。記述の間違いノートを作成するのがお勧めしたい学習方法です。え、その間違いノートってどんな感じのものですか。えっと。東電ですとか、もし。過去問。を自分で解いたときに、間違えたところをひたすら書く。ものです。なんかものあります。あ、はい。 すみません、ちょっと今、画面のほうに出してみます、よいしょ、えこれ、申請書ですね、はい、えーっと、間違えたところだけというよりは、自分が覚えたいところを中心に書いていますえこのマークしては何かあるっとマーカーをしているところは特に、うん、<laughs> 覚えておきたいところ、あと、試験直前とかに確認したいところというので、マーク。 これ、書くだけではなくて、後で見直すために書いたってことですか、はいあこの部分間違えたなとか、次、間違えないようにしようって、はい、はい、はなるほど,あのるほどでも間違いのって書くことを目的にする方と、見直す目的もあるというのがありますが、明らかに見直すことを重視してますよねはい繰り返し見直して、それを覚えるということをメインで作っています、うんうんまあ、なんか、明らかにこう昔、間違えたんだろうなって、後見えますよねあの目的はいてんだけど、原因は譲渡だとか。<laughs> うん その通りですりで、うん、効率的ですよね、もう一度問題解き直さなくても、その間違えたところだけ見直せますからね。うんうん、あ結構、商業もぎっしりいってますねあの <laughs> あ、会社設立同時に支店設置、結構マニアックなものが、<laughs> なるほど、やっぱり書ききれなかった、できなかったってやつ,やつですね。すみません、<laughs> すみません、すみません、の本題がずれかもしれませんけど、これ、すごいですね、ここまでよく書きましたね。 これ、何、えっと、理由付け。あ、そうですね、そういったものも書いてました。うんうん、登記できない事項。の理由付けですよね。<ー>う,んうん。あのー、実は、あの、昔、あの、結構評判があったのが、レックで、その年、一年前か一年前の無効自由だけをまとめた。無効自由の理由だけまとめた本が欲しいって言われて。なんか、特典差し消で配ってみたら、なんか無効自由だけ、書いた本だけでも、で、結構、皆さん、よくなよくできたと。 言うんですよね。だから無効自由っていうのもなかなか勉強になるんだなと思いますね。ありがとうございます。はい、す,ごすごい、いすごいす。じゃあ次、ビーさんお願いします、はい。えっと、私のおすすめしたい学習法は、えっと、絶対必要な論点ノートと、あと復習の手帳をつけることです。あ、具体的には。はい、えっと、ノートには、えっと、根抵当権の確定自由とか、組織再編とか、そういったものを、まあ テキストのコピーでもいいんですけどそういったものを添付して毎日確認できるように自分用のノートを作っていましたそれから、えー、と復習用の手帳なんですけど、えー、とこれは毎日勉強した後に、えー、とにその日に間違ったもので絶対あの明日以降 <laughs> 覚えておきたいというものを手帳に書き留めておいてでその翌朝と2週間後4週間後に確認するようにししてました 1>, あ1週間後、4週間後ってことなんですね。 翌朝,に翌朝に。翌朝に。あ、よかった、すあ、なるほど。はい、でも、一番いいですよね。まず、よ、すぐ忘れますから、翌朝に見ておくとか。その日の寝る前に見るとかで、まず短期的に覚えて。また忘れた頃に。やるっていうのは一番いいペースですよね。うん。ありがとうございます。では、A さん、お願いします。はい、僕のおすすめは。と、その講義の音声データだけをダウンロードして。 あのお風呂とか空き時間とか移動時間とかにひたすらあの聞き流してましたねあずっと聞いたってことなんですね。テキストが手元にない状態で聞いてるのであの意外となんか勉強になるのかなって思ってたんですけど聞くだけ聞くことに集中してその知識を思い出す作業っていうのは結構、知識を思い出すっていう意味ですごい有効だなって途中から思いまして。 なんかその抜けている知識をまだ聞いたことないものがあればそれを後でテキストに戻ってあのちょっと思い出してみるっていう作業でもすすごいい良かったと思います時々いらっしゃいますねあの、私も講義を何回も聞くってことはお勧めしてないんですよね。1回聞いて 覚えてあとはそれをテキストで見たり自分で間違いノートを作ったりすればいいのであの講義を同じ雑談を何回も聞くとか具体例聞くとかって無駄だと思うんですけどどうしても主婦の方で料理をしながらとか子供をやしながらとかなんか運転しながらとか講義聞く以外勉強のやり方がない方がやっぱり一度聞いた講義を聞き流すってだけで結構覚えたって方いますからどうしてもあのそれ以外の勉強ができないって時には講義を聞いて。 えー、確認をするっていいいいうのはいいと思います、ね、あのなんか先ほどの,この今の話なんですけど、うん、結構私と、と特徴聞くんですよ、特にパーロン受講生から、うん、あのなんかずっとその講義をずっとなんか、えー、通勤中にずっと車の中でかけるとか、ずっときあの聞き流すとで、それを何回もやりすぎたせいで、うん、そろそろ落ちがなんかボケが来るぞとか、そろそろなんかネタが来るぞとかね、もうそこまで分かるようになったと、その周辺、ネタがあって、その周辺がの論点がすごいよく頭に入ると言ってましたね。 私、全然決めなかったんですよ、あの講義を聞くっていうの、講義を聞きながらあの通勤とかしたら、もう電柱に当たるわ、覚えられないわ、何もいいことなかったんで、あんまり私はお勧めしないんですよ <laughs> 結構やる,できるんですね聞き流しですよね、本当に集中しちゃうと運転できなくなりますから、うん、もう聞き流していいぐらいの音楽を聴いてる感覚ですよね、うん、だそれでもプラスになるんですよね、ただ運転してるよりは、うんうん、交通事故だけ気をつけてもらって。はい、なるほどねでは、えっと、その他、えっと、次逆に 今思うとやんなくてよかったなっていう勉強法ありますすかねそうですね僕の場合はその範囲を広げすぎないっていうのは今思えばやんなくてもよかったのかなって思います例えば、その,あの当連とかで C ランクの問題とかあとはテキストでハイレベルで余力があったらやってくださいみたいな先生の指示がある問題とかは、うん、今思えばそこまで僕も余力があった方ではなかったので。 やらなくてかかったか最初から無視してよかったなって思います、ねうん、やっぱりそうですよね、こうなんか本当に出るところをちゃんとやってないのに出ない、出る可能性が低いところをやってしまって、しかもそれは面白いから、時間かかっちゃうんですよね。うん、確かに気になるのも分かりますけどね、まずはしっかり出るところの方が出るわけだし、で受験生に差がつけられてしまいますから、そこが優先ですよね、だどうしても気になるのはよく分かりますじゃあ次 B さんお願いします。 私の場合勉強法でもなんでもないんですけど、朝４時に起きてあ朝勉強することがやらなくてよかったかな。朝４時っておか,おかしくないですか。<laughs> そうです。ただあ,<れ>あの勉強時間が取れて良さそうですけど、逆にやらない方が良かったですか。あの YouTube とかで私はあの12月に落ちた後にあの。 勉強法というのをすごく検索して、うん、それで朝、勉強するといいよっていうのがあったので、やってみたんですけど、まあ、自分には全く合わなかったので、まあ、自分に合うものを探していくのがいいかと思いますか無理に真似する必要はないってことですね。はい、ありますよね、探せばいろんな勉強法が、逆にも完全にも真逆の勉強,勉強法ありますもんね、よくそれで朝4時ってびまのを選びまユーチューバーは、ね、目立つためにいろいろね、うん、言いますからね、5時に起きるよりは4時に起きるっていう, <laughs> いう感じで。はいうん、じゃシお願いします 私はあまり古い過去問をやらなくてもよかったのかなと思いますその重要な論点というのは繰り返し出題されてますので近年の10年から15年分ぐらいの過去問を回せばよかったのかなって思いますうんやっぱそれはこういっぱいやってから分かる感じなんですねそうですね平成分全部やっていたのでうんまあそうなんですよね<え>元々あの今 皆さん試験問題って持って帰れるじゃないですか実は持って帰るのって平成15年からなんですよ15年からまた別に公表か実はその前ってあの公表されてないんですよねでなるとやっぱりその公表してからとすらイド前で全然問題文の作り手が定年差が違うんですよ違いますねてなるとその古い問題をやることっていうのがメリットあるのかなっていうのはちょっと疑問を持つところです、うん、先生どう思いますか、うん、そうですね あと平成10年以前って問題が持ち帰れませんから再現度も怪しいところあん。あんまり古いのは、ねあのうん、丁寧な作りじゃないから逆に引っかかっちゃう可能性ありますよね同じ知識も引っかかってしまうとだから平,成なんか平成23年の問題解けるのに平成1年の同じ問題が解けないっていうね論って同じだけど聞き方が違うっていうで今これをやらなくてよかったかなっていう話を聞いてますが えと山田さんから専業の方にアドバイスを欲しいんですけれども、仕事をしながらの受験生にアドバイスがありますかってことなんですが、短時間で無駄なことを省くってことだと思うんですけど、なんかアドバイスってあります短時間で効率的に勉強するだとか、仕事をしながら疲れてても、こういうことができるだとかいや、特にそうですね、A さんと C さん、なんかその、働きながら勉強してるっていうところについて、なんかこう、自分が気をつけたこととかなんかあれば、お願いできますかそうですね。 勉強時間の確保とかって頑張りました?。えっと。私はその休みの日にまとめて勉強するタイプでしたので、特に。 これを気をつけたというのはないんですけれどもああ、逆にそれが工夫ですよね、平日はあんまり仕事をやって疲れてるところで頑張りすぎないで、メリハリつけて休日にやるって感じですね、うん、私もあの昔、受講生から相談があってなんかその、うんと、隙間時間とかの勉強とかってどう思いますかとか、働いてる人はそういった時間で、ね、じゃちっちゃく勉強した方がいいんですかって言われたので、言ったことは何かっていうと、残業しないようにべん仕事を頑張る もう仕事の時間、仕事に集中しちゃう、隙間時間だろうが、なんだろうが、もう仕事に集中して、残業しないことを目標にしろと、って言いましたねじゃあ次、A さん、僕はそうですね、えっとまあ、仕事から帰ってきて、もう疲れてる日はもう潔く、もう早めに寝てしまって、勉強はしないっていう腹をくくってやってたのもありますね。一緒ですね<と>、うん、はい なるほどね、えー、無理にやらないってことですね、なんか眠いのにやってると、そのやることが自己目的化しちゃう感じですかねあとは、仕事の通勤までの,あの電車時間は、例えばその30分とか1時間で、あらかじめスマホで写真を、テキストとか問題を取っておいて、その写真1枚分だけはあの1時間で覚えるとか、息だけで覚えるみたいな、移動時間はうまく有効活用してたかなとは思います。 あこの時間にここまでやろうってちゃんと決めとくのがいいんですね、これを覚えようという感じで。はい、はい、といったところで、ちょっとお時間の方が、うん、もうが予定よりちょっと過ぎてしまいました、本当にこういった形でいろんな勉強法、いろんなやり方があります、もう皆さんやっぱり共通するのが、やっぱ自分に向いたものを選んでいるというのは間違いないところです、ぜひいろんなやり方を使って、自分に向いた学習を作ってみてください。で申ししし訳あありりまままません本日のす、えー、最後ごご視聴ありがとうございましたういましたた